リベンジマッチ。はい、こんにちは、ブルーホスです。前回やっちまった。まあやっぱさすがね、あのラスボスにふさわしいなという感じで、あのお胸ちゃんをね、お胸ちゃんとかお腹ちゃんかな、貫かれましたけれども、はい。ということで、こいつどう倒すのがいいのかな。あれちょっと待って、ボタンが反応しなかった。あんまこれをね、そうなんだよね、打ちすぎるとね、こうやってパコ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 出てくるからね。あ、遅れました。バイオハザード、ウォー。え、いいだ、変ということで。なんとか無事ね、このパートで終わらせることができたらと思うんですけれども、意外とね、こいつね、僕苦手なんですよ。なんかあんまりうまく倒せた気を、あれ、どこ？ん？どこにいる？ちょっと待って、違うんだ。言われ、ああ、上か。とりあえずここで全弾もぶち込む、やばい。あっ、ちょっとさ、そういうのさ、あのコマンドでちゃんとさ、避けるってやつをさ、出してくんないとダメじゃん。ね。なんかでも、これであんまぶちぶち言っても仕方ない気もするけど。あいって。うん、そうだな。ふっ、オッケー。やっぱラスボスにふさわしいの、これ強いね。あんまりひるんで、でもこの携帯で戦ってた方がサタラ強かったんじゃね。だってあんなさ、これこんなんで来られたらさ、無理じゃん。だってレオンだって、レオンもどっちかっていうとそのなんだっけ、ショーダでさ、ボーンぶっ飛ばされてさ、ガホガホ言ってたわけじゃん。ケイでハーブ、痛い。皆さん大好き触手プレイなんだから、本当に興奮しちゃダメよね。そう、あの最近さ、まあね、先月からジム行ってますみたいな話をさ、なんかするじゃん。さ、ジムとか行っててさ、今その Facebook の方でそのグループ立ち上げて、まあ8人くらいかな今、の人たちで、まあ、ちょっと立ち上げて、まあ、僕ばっかり投稿して皆さんはいいねくれるっていうのはその程度なんだけど、その今なんかさ、いろんなさ、その筋トレに関するさ動画上がってるじゃん。なんかその筋トレをやっている人がその動画を上げて、自分こんなアプリ飲んだら、アプリは飲めない、サプリ飲んでますとかさ、こんな筋トレしてますとかさっていうのさ、でなんかちょっと前にはさ、なんか横川理論と山本理論でなんかオーバーワークだ、科学的刺激だみたいな話とかでさ、なんかバカ出てきてるっていう話だったりすると思うけどさ、そんなんでさ、あのなんかいろいろあるけど、まあ結論言うとさ、どうでもよくねって思うんだよね。まあもちろんそのね、いっぱいトレーニングするってことも大事だし、その、ね、効果的なトレーニングをするっていうことも大事なんやけど、そんなこと以上にそのやってる本人が楽しめてることが、その体の変化を、そのええ今食らってたよねあいつ、なんでわてが食らうことになるんや、あれ燃えろ、ちょっと XC が急に出てくると。 XC ってボタンの位置付けが悪いんだよね。例えば AD とかやってくれたらいいんだけどな。もうちょっと回復アイテムがもうないんだよね。バイ、ずしょタイムだ。あ、これダメかもしんない、また。ボウガン効いてない、もしかしてこれ。まさかだけど。だとしたらね、ちょっともう近くにいるよ。やっち、にゃんち、やばい。うわうわ、はあ、頭が潰された。ダメだ、苦手だこいつ、下手くそですいません。で、まあそう、話元に戻すとか、遠距離はずるいよ。まあエイダも遠距離でずっとやってるけど、そのなんかぶっちゃけ理論とかもその言ったように楽しめてるか楽しめてないかじゃんね。で、体が変化してきてるとか、体が大きくなってるとか、なんかその筋トレが楽しいとか、そういうのことが大事になってくるわけだから、ちょっと、これもう終わり？あ、早っ。もう、ちょっと、ぶち切れる。かも。ね。だから理論ってすごい大事だけどさ、なんか例えばその、ね、オーバーワークしすぎると、なんか
から逆にその筋肉が萎縮しちゃうとかっていうことも言われたりとかするし、てえ何やろお前、ざけんじゃねえぞ、切られて刻み、ああねえとかねえ、その週に何だろう、1回しかやらないトレーニングは2回3回の人と比べると筋力の発達が違ってくるとかね、その筋ボリュームとか 筋肥大とか筋肉増量とかっていう意味でいくと、そのじゃあトレーニング頻度はどうかとか、レップ数はどうだとか、1回あたりの回数、あれレップ数も回数も一緒だ、セット数はどうかとかっていうのがいろいろ変わってくるし、目的とかもいろいろ変わってくるから、何が正しくて何が正しくないかとかっていうのも、その結局バラバラなんですよ。うん、てかもう死ぬことに慣れてきちゃったね。そんなことをごちゃごちゃしたら、もちろんなんだろうな、その僕もジム行ってて、そのそういうのいろいろとこうね勉強してて、あこの人たちは多分その我流でやってるなっていう人たちっていうのはたくさんいるんですよ、ぶっちゃけ。うん、で例えばそのなんだろうな、毎朝僕今5時から通って7時7時半とかまで、そのまあ週に4回から5回くらい行ったりしてるんですけど、まあちょっと小太りの中年のおばちゃん、まあ初老、女性に初老とか言ったら失礼かもしれないけど、まあ、いるんですよ。でその人のそのトレーニングの仕方って完全に、まあなんだろうな、当然そのきちっと鍛える人たちのやり方からすると、あそれはなんか意味ないよねっていう動きをしてるんですよ。でも本人すごい一生懸命されてるし、でなんならその朝のそんな、その人ね大体6時とか7時の1時間くらい、いろんなもう本当全身トレーニングやるんですよ。レッグランジやったりとか、そのなんかチェストプレスみたいなことやったりとか、その いろんなことをね、そのねすごい一生懸命やってらっしゃるんですよ。あれ、あナイフに弱いのこいつ、あっけな、倒せた、うん倒せた、おめでとう、やったね。そういろんなね、そのやり方があるんですけど、結構本人が一生懸命やってて満足できてってなったら、すごいいいと思う。で一番まあこういう場合はさすがに良くないかなと思うのは、明らかに怪我をするやり方でやっちゃってるっていうところだね。その例えばダンベルフライとかだったら、その胸を開きすぎてしまうと逆にその筋肉の繊維とかが切れてしまって怪我につながったりとか、ディップスなんかでもやりすぎると、僕なんかまさにやっちゃったんだけど、その肉離れみたいな状態になったりとかして、2週間全く3頭のトレーニングができなくなったりとかっていうのがあったんで、そういうのになっちゃうから、怪我するようなやり方とか、あるいは怪我するまでやるっていうのはよろしくないけど、じゃあそれに付随しちゃダメなんで、なんだろうな、本人が昨日よりも今日の方が調子がいいなとか、明日もこれで頑張ろうとかって思って一生懸命やってる中に、そのなんとか理論だなんとか理論だとかって持ち出してやってくるとかっていうのは、なんかね気持ち悪いというか、あなたがトレーニングしてるわけじゃないんだよっていうふうに思うから、うん、そこはねやっぱり一生懸命やってる人たち、俺だってイラストレーターとかの人とかさ、お前の絵下手くそだよとかって思われてさ、本人は一生懸命描いてるわけじゃん。でその感性に関するところなんかで言ったらさ、もうお前が下手だと思ったとしても、本人はこれ一生懸命描いてるし、で他の人から見てすごい可愛い絵とかすごいかっこいい絵とかすごい繊細な絵とかって思えるわけじゃないですか。うん、だからあなたのその感覚に合わなかっただけだよねっていうのがあるから、まあねどうでもいいなって思ったりするんですけどね。ここであれか、エイダの存在を知るっていうあれなんだよね。ところであの女の人誰っていう、だってそうだよ、本編でエイダとアシュリーが関わるシーンってあったっけ、なかったよね。ところであの女の人誰、そうだよな、そうだよな、ってことだよな、と、うん、いうことで、こっからはもう遠慮なく、もう雑魚敵ばっかりが出てくるのでぶちのめしていきます。はい、どうも、お金あざす、あれこちらって、あって、あちょっとアイテム拾ってくれなかった、マジか、まあいいけど、いない、うるせえ、クッパみじんになっちまう。あでもこのジャキンって引っ張るのがちょっと時間もったいないな、できれば爆風でなんとかなってほしいところなんだけど、ほい、あれちょっと待って、なんかチュリーンって言った、あー俺さ多分なんか今ちょっとコンピューターの検査完了って音のチュリーンっていうのが皆さんにもしかしたら入ったかもしれないけど、気にしないで、そういうことで、あぶれ、そういうことだから何の問題もない。ショット玉、はい、ショット玉は別にいらないかな。まあまあと拾ってくる。
そう、ということでね、筋トレはね、楽しんだもん勝ちよ。うん。筋トレというか、まあ、何にしろだよね、趣味にしろさ、何にしろさ、結局楽しんだもん勝ちなんだよね。うん。と思う。あー、危ねえな。OK。そうそうそう。人生楽しんだもん勝ちだよ。ここがみじんになって、あ、いるね。危ね、ちょっと気づくのが遅かったら、あのエイダーが逆にコッパみじんになってたところだって。いやだって今筋トレ楽しんだもん、本当に。大した重量上げられないしさ、なんか周りにゴリゴリの人がいてさ、あの平気で120キロとか140キロのさ、あの ベンチプレス上げる人とかもいるしさ、僕なんかはそのね、あと半年もたたな、あと3、4ヶ月でベンチプレス頑張って100キロ上げようっていうタイプの人間なんで、なんかね、ジムを辞める前が、90キロがマックスやっとってところだったからね、だからあと10キロをね、実質半年間で、まあまあその期間ね、1年半くらいある中で、まあ一生懸命その自重ではあるけどやってたっていうのはあるから、まあ、もうちょっと上がるかなとは思うんだけど、まあ、それは成長はね、普通にフリーウェイトやるのに比べたら全然まだまだなんだけど、はい、お疲れ様でした。ちゃんとね、特殊弾で打ったら焦げるんだよね。あー、ということでミッション完了、パート13かな、13、よくやったよ、ほんと。うん、頑張ったね。そんなこんなでね、一生懸命やりましたよ、銃を突きつける。あー、任務完了した映画、ここから何してたんだろうね、バイオシックスが始まるまでね。ナンバリングタイトルでね、なんだっけ、その偶数に関するさ、やつはエイダとレオンが毎回出てきてたのにね、エイトに関してはね、エイダもレオン、まあエイダ最初なんか出そうかみたいなことだけど、結局バイオエイトのダウンロードコンテストいつ発表されるんだろうな、やらないのかな、やんないっていう選択肢は一番ダメだろうって思ってた。だってあんだけバイオセブンでさ、ダウンロードコンテンツやったのにマーセナリーズしかないって言ったら、相当バイオエイトちょっとさ、ストーリーはすごい良かったかもしれない、こういうサービスっていうのはちょっとね、カッポンシャーンと思ったけど、まあ、ヘキサドライブっていう会社がね、なんとかノットアヒーローっていうのをやったりとかしてたんですけど、はぁ、一安心。さすがのエイダでも疲れるんだろうね、こういうのやったりとかしたらね。朝日が気持ちいいわーって、誰が運転してたの、バリだったりして。ヘリコプターの操縦士が誰かって気になる。あとあの羽、あのヘリコプターの羽の回転数で大丈夫なのかなっていう。そういう変な不安があるけど、まあまあそんなの気にしたところで仕方ないんだよね。はい、ということでね、本日もね、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。いつもねこんな感じでね、あのゲーム実況というよりはまあちょこちょこ挟むんだけど、どっちかというと雑談をやったりしてプレイをしてます。で、このスタイルに関しては、まあ、あの今後も変えていく予定は実はあんまりなくって、まあ動画がねバズるバズらないとかっていうので言ったら、もう本当に2桁いって御の字みたいな程度のチャンネルなんで、もうせいぜいね、なんか僕のね雑談というか、そのストレス解消っていうところにお付き合いいただいてるという感じで、でまあ僕自身がその趣味で筋トレとかをやったりとかしてるんで、なんかあの筋トレの話ばっかりとかしてるんだけど、こういう話とかありますかとか、こういうのをなんかあの知ってますかとかっていうね、あの話題をくれれば、僕はそれに関してのトークテーマで話したりは全然しますんでね、ぜひね、ツイッターとか、ツイッターの DM とかコメントとかで、ね、いろいろとね、トークテーマいただけると嬉しいです。まあ、時々ね、その視聴者さんとか、まあ、リアルにしてる友達とかからこんなことで話してよとかっていうのをいただくんで、その場合はね、それをね、話してる。前からサイコパスの話なんかまさにそうでしたからね。はい。まあ、サイコパスに関してもね、また別の動画で、それね、バズるっていうほどでもないんだけど、まあ、僕の動画の中では意外と視聴回数が多いのはやっぱ1400回。千何百回数くらいのね、再生数とかいったりとかしてるところもあるんで、まあ、ぜひね、そちらもご覧いただけたら嬉しいかなと思います。ということでね、本日も最後動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということでね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。さよなら。